1902年に日本陸軍が正式化した機関銃である。1904年から1905年にかけて戦われた日露戦争に投入され勝利に貢献した。また、後継の38式機関銃の母体となっている。1896年、日本陸軍はフランスのチキス社の開発したエメリー1914へ機関銃に興味を示し、 試験用に4門を購入することとなった。1897年に購入されたホチキス式機関砲は合計8ミリメートルで最大射程は1900メートルである。構造上の特徴はガス圧利用式の排車や球団機構を持ち重心の周囲に茶腹用の放熱灯を設けていることであった。1898年。 方兵会議議員とオチキス社の議士が立ち会った上で射撃試験が行われた。この試験では薬莢の破断等の射撃不良が著しく連発が不能なほどだった。これはインド洋など回路を輸送中温度変化による弾薬変質が原因であると見られた。ホチキス式機関砲はフランスの試験では数千発を連続射撃してほとんど異常作動を起こさない信頼性があり、 当時世界最高との評価があっただけに、この結果に驚いたオチキス社側は原因究明に尽力することを約束した。日本陸軍は、ホチキスエメリー1897機艦銃の、口径を 6.5mm とするようオチキス社に、使用を出し、5問の試作を発注した。これは30年式実報を使用できるようにしたもので、ある。1901年。 陸軍は、オチキス社から製造権を買い取り、合わせて、方針50門を購入した。以後、日本陸軍はこの機関砲を大量生産し、1902年に、保式機関砲として制定した。オチキス社からは、1897年以降、機関砲を202門購入したとする説がある。保式機関砲はその口径が6.5ミ、mm、リメートルと、小口小道であるが、 機関砲と呼ばれていた。日本陸軍では1907年6月に自動火器のうち、後径1 1トル以下を機関銃、後径1 1トル以上を機関砲と分類し、それ以前は、合径の大きさに関わらず全て機関砲と呼んでいたからである。これは1936年1月14日に改められ、制定された物事に分類を決めるよう変更された。 日本で小口径の自動火器を機関銃と呼ぶようになったのは38式機関銃の正式開口である。また当初は銃機関銃という分類もなかった。銃機関銃は後に登場する軽機関銃との対比によって生まれた用語だからである。保式機関砲は三脚上に乗せられて、ミサを放された。三脚は二本の前足と一本の後ろ足から構成され、 機関砲手はこの後ろ足上に設けられたサドルに腰掛けて射撃操作を行った。三脚下付きの星機機関砲は砲射長1名、砲手3名の班で運用された。砲射長は砲の右側に位置する。一番砲手は三脚下状のサドルに乗り、機関砲を照準、射撃する。二番砲手は砲の左側に位置し、相談士の装填を行う。装填。 灰ヤ、はい、のガス圧に注意し、寄生子を操作する。3番砲手は後方に位置し、弾薬箱から弾薬を供給する。機関砲を移動するには、砲手2人で移動させた。三脚の前足を2番砲手が背負い、後ろ足を1番砲手が持つ。砲社長の号令に合わせて、機関砲を移動させた。三脚は、折りたたむことができた。一箱十数キログラムある弾薬は、 三番砲手が持ち運んだ。弾薬箱内には弾薬紙箱14個420発分が入れられていた。紙箱には実砲30発を入れた相談手が収められており、全重は8 9 0ムである。単発射撃には放射長が射程と目標を指示し、波に高、彼と合令した。連続射撃には放射長が射程と目標を指示し、吸気高、 彼と号令した。密集部隊、大目標に対して停車する場合、左右、荷投げと指示した。2番砲手は、機関砲が、クリップの3分の2程度を打ち終えた時に次のクリップを用意し、打ち終えると、直ちに装填した。補弾板の回収は時間のある時に3番砲手が、言った。保敷機関砲は、作動に、ガス圧を用いる。このガス圧を調整する。 規制子が作られていた。ガス圧が過小で肺、鞘不十分、または肺鞘やされない時には規制子を締め、ガス圧の反動が課題で銃が安定しない場合、肩に反動を感じる場合には規制子を緩めて調整した。保守機器法は単発時に連射されることがあった。これは、伊手の熟練の問題ではなく、逆張りが引き金にかからない異常が原因である。これはまたザバネの異常か。 ガス機制子の調整が不適なため、ガスピストンの交代不十分のためであった。ガスピストンやボルトの各部に錆ビ、トイの乾燥物、薬莢の削りくず、燃焼物の残滓などが付着してもこの現象が起こった。他に、引き金、逆張りの摩滅や異常なども原因となった。これらの処置として、引き金を前方へ押し戻すか、コッキングレバーを保持して、 ガスピストンの運動を阻止する必要があった。来管不発時には、コッキングレバーを引き、ボルトを後方へ引いて、不発弾を抜け弾した。実砲が薬質口と正対せず、弾頭が薬質ブロックに衝突し、装填不完全となることがあった。これは、補弾板の変形などが原因となった。他に、補弾板が変形し、装填下に入らないことがあった。相談ハリンと、 ボルトとの摩擦にも原因があった。射撃時、実砲の雷管が後方へ抜け出した時には、異音と共に後方へ引けぶりが吹き出た。これが続発するときは激径が長すぎるか、短すぎ、または激震の変形が考えられた。点検整備にあたり、機関砲の分解は必要な部分のみに留められた。分解、結合法に示されている。 項目以外の部品の分解は禁止された。金属部分に錆を生じた場合、石油を注いで浸透するのを待ち、油を含ませた布で軽く摩擦し、さらに乾いた布で除去した。油が消えるまで強く擦ることは禁止された。白色部分は柔らかい木片、硬毛の刷毛を使用できた。錆を除去するため、磨き綱魔剣士、粘土、 されきなどを用いることは厳禁された。点検用の油詞には以下のものを用いた。使用済みの保弾板を再使用する際には修正器で形状を修正する必要があった。相談し修正器は保弾板の爪と端末の変形を修正する機械である。保弾板は7から8回の使用に耐えた。保留以内に配置された。 保守機関法総林式保守機関法1899年当時、職行はじめ、量産体制が整備されていなかったが、本体の製造を急ぎ、工具類の製造は後として、生産体制を構築した。量産は1903年からである。相当数が日露戦争に投入された。1904年8月27日、参謀総長、山形有友は、 寺内正武陸軍大臣に対し、第三軍へ、総輪式保守機関法60門、補弾板強制機60個、実報90万発、うち27万発を補弾板に装着して支給するよう要請した。一門あたりの弾薬は1万5千発である。うち40門が送付された。1904年10月、陸軍兵器本省に対し、第一軍へ、 保守機器官法6問、実砲9万発、内9千発は、保断版付きで急走するよう命令がなされた。また保断版強制機3が送られた。1904年11月4日には、満州軍総司令部に対し、総輪式保守機器砲法48問、三脚化、式保守機器砲法42問、実法1 3 5 0 0 0 0発が送られた。 また、補弾版強制四45個が送られた。これらの機関法は、敵義閣軍へ割り振られる方針とされた。11月16日、三脚化付機関法は、第三軍に30問、第二軍に12問が割り振られた。1905年2月2日、交尾、第二師団に対し、三脚化式保式機関法12問、実砲18万発、補弾版2400個、 補弾版強制機12個が兵器本省から支給された。1905年3月5日、保式三脚下機関砲50門、補弾版1万5000個、補弾版強制機50個、実七75万発、携帯工具9組が満州軍総司令部へ送られた。うち30門は第3軍へ、20門は両党守備軍へ対応された。1905年4月、 兵器本省から総輪式保式機関法14問、実法28万発、補弾版2800個、補弾版強制機7個が報告動用祭司令部へ送られた。1905年6月、東京法兵公賞に保式機関法三脚化28問分を制作するよう指示があった。また、兵器本省は三脚化式保式機関法13問、 実報62,400万発、保弾版2,080個、保弾版強制機4個、携帯工具2組を大連種部へ送るよう指示された。ありがとうございます。